キチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日はパリーグの逆びっくりマン選手。はい。あなたもっと活躍できましたよね、うん、っていう。はい。選手です。そうですね。はい。を、うん、選んでいくという。そうなんですよ。はい、もっと頑張れたやろうってどうしたんやっていうね。うん、何が起きたんやっていう、うん、ところでは。はい。オリックスまず。はい。杉本ラオウだね。うん。2割3分5厘ホームラン15本、うん、どうしたんやっていう、うん、だって去年はよ、ね、ホームラン3割1厘よ、うん、ホームラン32本、はい、打点83よ、うん、がよ、うん、2割3分5厘、はい、ホームラン15本、打点51、三振135と、うん、のきだみ成績を落とすっていう、うん、俺プロ野球ニュースで、はい、杉本が2年連続ホームラン王になりますか、イエスはノーで俺イエスってしたんだよ。おお、ま、がっかりだよ。もう同じ徳島出身として期待を裏切られて、うん、徳島県民の人みんな思ってるよ、はい、もっと頑張れたはずやっち。あ、今なんか佐藤さんの意見出たなと思ったのに、うん、まず徳島県民を置き換えましたね今いや本当何やってんだよっていう、うん、まあね、しかも若いカウントは引っ張って追い込まれたら逆方向、うん、はい、もうバレバレなんだよっていう、うん、そうですね、このままじゃ終わっちゃうよっていう、うん、でもオフシーズンじゃない、あの CS とかでねいいところ打ったりとかしてましたけど、だって MVP の試合とかありましたよね、日本シリーズね、日本シリーズ、そう、記憶がうる覚え、記憶がもうまあまあもうね、うん、次に乗り切り替えてるんで、そうだね、そうそう、そういうところでちょっと俺はがっかりだね。なんですか、うん、私はがっかりは全然してないですけど、いや、してるやつ、え、してるやつしてるやつ、してるやつをあげるんだから、何す、何保険売ってんの、企画つぼしか、いや、私すごいもうめちゃくちゃ、あ、でもまあ、でも残念だなとは思いましたよ、すっごい出てきた時に、うん、おすごいじゃんってなったんですよ、なったのに、向き投手なったのに頑張れなくてなったのに、がっかりやわ、つって、だってノーヒットノーラン仕掛けたわけですよ、9回の2アウトまで、最後にね、はい、佐藤に打たれてね、うん、あれ完全試合仕掛けたんでしたっけ、ノーヒットノーヒットノーランですよね、記憶がすごい、うわールーキーのでやっぱさすがドラ1やと思ったのに、あれからすぐね怪我してがっかりだよって言って、いやでももっと見たかったよもっと見たかった、そして育成にね今なりましたけど、まあでも早く怪我直してね、うん、まあ、能力的にはあるんでね、そうなんです、うん、そこの楽しみはあるなっていう、ね、うん、ところはあります、はい、次ソフトバンク、うん、ソフトバンクはもうガルビスよ、うん、はい、4億円で期待してたら、うん、開幕戦の満塁ホームランだけや、あの時はさすがよくと思いますよね、と思ったけどね、うん、その後もさっぱりよ、うん、だからもうメジャーの実績とかそんなもん関係ないんだよ、うん、今よ、はい、そらメジャーの実績は素晴らしいよ、うん、その時が大活躍してた能力も素晴らしいよ、うん、でも今能力なかったら意味ないからね、はい、アダム・ジョーンズと一緒で、うん、4億円でさっぱり日本の野球に対応できるかっていうところとかね、大事なところもありますね、もう能力落ちてるところもあるね、うん、守備は華麗なところあったよ、はい、でも全然打たへんやん、4億の価値全く見出せなかったって、はい、ファンの人が言ってるちょっとサムソン思ってますもんね、いや俺は思ってないよ、思ってないですか、頑張れって思ってサムソンそんな優しかったですか、頑張れって思ってるんですか、超優しいそうなんですか、あとマテヨシね、はい、まあこう怪我だけどね、うん、あのままいたら多分優勝してたね、はい、楽勝でね、うん、存在感も良かった、詳細入れたからね、うん、だから怪我っていうところはね、はい、痛かったけども、うん、まあ、そこの活躍がね、怪我でいなくなるって思わなかったからね、いや、そこはちょっと逆びっくりだよね、うんうん、しましたね、私もその2人を挙げてました、うんうん、はい、じゃあ続いて、はい、西武、西武は俺ね、もう渡辺、おー、いや今年こそは俺ローテーション入ってきて渡辺優太郎、そうそう、うん、やるんちゃうかと思ったけども、はい、なかなか一本立ちできなくて、そうですね、まあ、今年も1勝1敗防御率 6.08、うん、先発3回、はい、っていうところでね、まあ、与座が出てきて、与座ね、うん、でエンス、うん、で、まあ、高橋松本っていうところがね、ちょっとまあ出てきたっていうね、はい、ところもあるからね、うん、なかなかっていうところはあったけども、はい、2軍ではね6勝6敗防御率 3.90、うん、ね、あの16試合登板で13試合先発だから、まあもう2軍でやることは十分やってるからね、うん、まあ、あとは1軍で結果出すだけだけども、なかなか出てこれないっていうところで、うん、ちょっと逆びっくりだね、そうですね、もう去年こそ来ると思ったけどね、うん、そう、期待値がものすごくね、そうそう、だから今年は来てほしいよね、うんうん、そうですね、私はね隅田投手、うんうん、新人王候補にしてたのに何人やってんだっつって、いやもっともっと勝てると思った、うん、まあでも前半ね、うん、ちょっと森山が怪我していない時にね、うん、高騰してて援護なかったっていうところは痛かったかなっていうところもあるけども、はい、まあ、一勝はね、そう、
ちょっとびっくりだね。1勝10敗ですから、まあ、最低でも5勝5敗くらいね、うん、できるかなっていうところはあったけども、本当にでも序盤本当に抑えてて試合作ってたんですよ。そう、まあ、あとやっぱり疲れちゃってね、うん、体力のなさとね。でもやっぱずっと負け続けるって気持ちも疲れますよね。うん、打ってやんないからね、うん、まあ、でもそれだけねチャンスを使って経験を積ませようっていうチームのね、うん、方針は今年に生きるかもわかんないからね、はい、今年めちゃくちゃ期待してます、まあ、そこは注目したいね、はい、でまた1年後、はい、注目してんのに前年やって、はい、逆びっくりだわいやならないように頑張ってくださいと思います、はい、じゃあ続いて、はい、楽天はもう、うん、マー君だね。ああ、そっか、うん、だって期待値高いじゃん。めちゃくちゃ高いです。その中で9勝12敗借金3っていうところはやっぱ逆にならなきゃいけないよね、うん、12勝9敗。そうですね。しかも昨年は、じゃあ一昨年、うん、2021年は援護もなくて勝てなかった試合多かったけど、うん、今年援護結構してくれてるからね、はい、その中で勝ちきれなかったことは、うん、やっぱ2022年シーズンはちょっとびっくりだね。そうですね、うん、まあ、借金を作るピッチャーってもうイメージが全くないですからね。そうだから今に34歳だからね、はい、来年35歳になるけども、うん、もうここから下降線たどんのか、うん、まだここも以上あんのか、はい、瀬戸際のとこだからね。上がっていってほしいですよ、うん、まあ、上がっていかないと楽天の優勝はないからね、はい、マークに結構かかってると思います。そうそうそう、柱ですから、うんうん、だからそういった意味ではやっぱ去年の成績はちょっとびっくりだね、はい、そうですね、うん、はい、私はギッテンス選手、うんうん、初打席でカスティーヨじゃないの。ギッテンカスティーヨギッテンスじゃないのカスティーヨ選手はうん、その前の年にいらっしゃった外国人選手なので、でも初戦だからどっちカスティーヨ・ギッテンスじゃない。だからカスティーヨ・ギッテンスなんとかってまた今年もあるんじゃないの。ギッテンス選手残留してるんで、うん、あれですけど、うん、でももう初打席で怪我をするという、うん、もうデジャブが起こるんですよね、うんうんうん、でシーズンほぼほぼいなくて最後にまあ戻ってきたんですけど、うん、まあ、アローはもう開幕でびっくりですよね。いやそれびっくりだよね、はい、俺カスティーヨかと思ったもんカスティーヨ・ギッテンスみたいなあれデジャブになりましたよね本当に。だから今年のね、うん、外国人選手の初戦はね、はい、注目だよ ね、 そうですね。今年も怪我していなくなったらやばいよ、もうそのコンディショニングチーム、うん、そうですね、 ね、頑張ってほしいですよ本当。続いてロッテ、はい、もうロッテはもうマーティン・レアードが、うん、あそこまで打てへんって、はい、まあね、びっくりもびっくりだね、うん、まあ、でも打たないとああなりますよっていうね、はい、外国人偏重にね、ちょ偏ったチーム構成をしている、うん、まあ、末路がね、はい、あんな感じになっちゃったけどね、うん、まあ、あそこまでしかも両方打たへんかみたいなね、うん、のはびっくりだね。そうです、まあ、どっちかはって思いますよね、うん、あとまあ我慢して使ったけどね、うん、まあ、そこが響かないでね、うん、結局5位に落ちたっていうところでね、はい、まあ、我慢に応えれなかった2人っていうのもあるし、はい、我慢しすぎたっていうところもね、うん、あるかもわかんないけども、はい、ちょっとこれはね、うん、いきなりだからね。本当ですね、その前の年まで活躍してたのにっていう、しかも優勝予想してて5位びっくりだわ逆にそうです、ね、優勝予想してたんだぞ今年のロッテはいけるって感じで、ね、言ってたのに、うん、びっくりだわ、こういうんだって本当ですね。まあでもレアード、マーティンがダメだったら B クラスになるっていうところはまあ予定通りだったけどね、はい、もう本当にその通りになっちゃった感じですよね、うん、で続いて日本ハム、はい、日本ハムはもうね、川野、雄星、うん、はい、いやそのね、もうちょっと頑張れると俺は個人的にはまあね、同郷っていうところもね、はい、同じね、徳島のあるし、うん、で中で21試合登板で先発3回、ね、で0勝2敗、うん、防御率 4.41、うん、いやもうどうするっていうね、はい、でまあ2021年は40試合、まあ、先発11回、まあ、リリーフになってよかったから俺はもうリリーフでいいんちゃうかって思ってるんだよね、うん、やっぱチェンジアップ、ツーシーム、フォークを使い切れてないから先発はなかなか苦しいから、うん、まあもう2年くらい前から言ってますよね。そう、もう1年目から言ってるんだよ、ね、ずっと先発になるためには、うん、だからそこをなかなか覚えきれないっていうところは、うん、もうここら辺でバチッともうリリーフにやった方がいいのかと俺は思うけどね、うん、はい、このまま中途半端になっちゃうと消えていくからね、うん、しかも日本もね結構いいピッチャー出てきたからね、はい、外国人もね、うん、踏まえてで若い選手たちもいるしね、はい、いやここら辺はねもうちょっと期待値高かっただけにね、うん、ちょっと逆びっくり、はい、そうですね、うん、中間さんは、はい、私はもう近藤選手がびっくりソフトバンク移籍びっくりっていういやそれはもうだって一番高い報道だと、はい、7年50億よ。すごいですね。そりゃもう、はい、金額でもびっくりしてるけど、はい、そりゃ移籍するでしょ。いやそうですね、うん、だってもう出ない理由がもうそんなことないですもんね。ないよそんなもん。だからもう近藤が給料高くなるから、はい、島内が
来年できるなら FA させてほしいと言いましたと。さすがに OK はもらえなかったので、まだシーズン終わったらゆっくり話したいと思いますっていう。あの今ね、複数年契約中なのかな。そうですね、うん、4年契約を結んだと、はい、で契約初年度は21年は、うん、あのタイトル取ってタイトル取って、はい、だから球団としたらめっちゃ美味しいのよ、はい、複数年結んで1億2000万でサインしてるから、うん、これもし単年だったら、はい、もう島内なんて2億ぐらいいってる可能性あるね。そうですね。でも複数年結んじゃってるから年俸上がらないんだよね、うん、でもこれは仕方ないね、うん、あの複数年っていうののメリットとしては、怪我しても雇ってくれる、成績落としても給料下がらないっていうメリットあるけども、デメリットとしたらどんなに活躍しても給料が上がらないっていうデメリットがあるんだけど、まあここはお互いのねメリットデメリットがあるから。でもこれね、もう島内なんて本当 FA 複数年じゃなかったら2億は 100% いってるよ。だから球団としてはラッキーみたいな。そうですね、2年連続タイトルですからね。でも複数年だから上がらないから。それは近藤見てたら7年50億、はい、4年で1億2000万だったら、はい、まあ言えば4年5億だからね、うん、4年5億と7年50億ゼロ1つちゃうからね。それは近づないね。だから近藤だって、はい、今年複数年が切れて、うん、FA だからね。そうですね、うんうん、まあ、その近藤のね、うん、その契約、はい、金額、うん、びっくりだね。世の中、はい、もういろいろすごい困ってるんで、野球界、はい、もうスーパーインフレだね。本当ですね。ソフトバンクさんすごいわ。ねえ、いや夢あるね。夢ありますね。だからね、こういった逆びっくりの選手もね、うん、頑張れば夢あるからね、はい、もう50億でも60億でもね、一気に頑張ってもらいたいしね、はい、まあ、あの期待してるっていう、期待してない選手はね、うん、ここに出てこないんで、ね、そうですね、期待してるからこそ、うん、ここにね名前が出てくるっていうところではね、はい、まだね、みんなが期待してるんでね、うん、ぜひ今シーズンはね、はい、頑張ってもらいたいですね。頑張ってください。はい。